ちは。いつも YouTube ご覧いただき誠にありがとうございます。今日は、清酒を使った簡単カクテルご紹介したいと思います。お好みの清酒をご用意ください。高級なものでなくて、結構です。それと、ライムカット、今日6分の1カットを用意しています。ちょっとこちらには、切れ込みを入れてください。たったこれだけの手順ですが、美味しいジュースが絞れます。はい、では、グラスをご用意ください。氷を、大体こう3個。入れます。こちらに、清酒をだいたい45ミリ。そして、こちらのカットライムを絞っていきます。絞り加減はお好みでどうぞ。で、軽くステアしていきます。はい。たったこれだけで完成です。酒ライムです。すっきりとした味わいになります。どうぞお試しください。